ワンピースバーニングブラッド。覚悟せえ。白ひげ海賊団2番隊隊長オートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ氷塊を一瞬で蒸発させる。覚悟せえ。白ひげ。無駄じゃ。イノさん、マイルドカー。
嘘つきやがった。大噴火、大噴火、セスミテヘッドゥラ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 ッドゥ。流れに乗る赤犬は白ひげ海賊団の船に向け火山弾の雨を降らせる。もう受けきれねえ、一石やられた。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。マルジャン、マリオンカー、そんなんマリオンカー、マリオンカー、そんなんフィルさん、そう、わかっ、フィルさん、フィルさん、ヒロさん、マイルンカー、マイルンカー、そりゃこりゃマイルンカー、そんなもんか、絶対に逃がさん、絶対に逃がさん、マルジャン、マイルカー、やれやれ、テッテッテッ、イノさん、マイルカー、やれ、トムラ、かけてみろ、あー、うっとうしいの、少しイノさん、いくぜ、テッテッテッ、マルジャン、マイルカー、いや、取りたくないな。てっ、てっ、イノさん、マイルンカー、そんな、てっ、てっ、てっ、無駄じゃ、くろー、すみマルジャン、マイルンカー、チャー、ルン、チャー、ハッ、ハッ、イクル、ウソ、ヘッ、トー、ハッ、イクル、スミノ、ナチャー、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 マルジャン、マイルンカー、ジュリア、ヘッ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 ヘよしや、とにかくねえな。マルジャン、マイルンカー、そんなもんか、
そんなもん。絶対に逃がさん。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は湾に海賊たちを阻止する包囲壁を巡らせ、エースの処刑を執行すると宣言した。なんとかしねえと、急がねえと、あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。お前の爺さんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺を一番隊隊長、マルコ。兄エースを救うため海軍三大将に挑んだルフィ、力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青生地、しかし不死鳥の一撃が氷の刃を阻む。あれは一番隊隊長マルコ。
ほら、まだだ。フェザンプス、フェザンプス、こっからだろ。一覚悟を決めるよい。ひどいことするじゃないの。ほら、わめくな。フェザンプス、フェザンプス、フェザンプス、諦めねえよい。ほら、ほら、ナイスパイ。ほら、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 まだだ。フェザンプス、覚悟を決めるよい。フェザンプス、覚悟を決めるよい。ほら、絶対に逃がさん。麦わらのルフィによってエースは救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげはしんがりで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。まだじゃ。大胆か。やるぞ。宴会。よっ。まだまだ来いってや。やるな。まだまだ。宴会。お前さん、もう限界じゃ。
スのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビー。ルフィをかばい致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた。衝撃走る一度、赤犬は再び拳を振り上げる。息はありそうじゃん。やめろ。これ以上はつまらん時間稼ぎは余生人命。元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。何をする気だ、ガープ。まだじゃ。うわ。そうやってわしを抑えておき、戦国でなければ、わしは杯を殺してしまう。バカめ。まだ杯を。ミノさん、大変か。ミトランは。ミノさん。裏切り者への制裁も必要なようじゃの。準備してろ。マルコ隊長。鬱陶しいの、ハチ使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。覚悟せい。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばいエースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。こっからだ。そら
エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうとジンベエはワン島へと急いでいた。信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない！大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。私が逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に代えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。しよるのジンベイ、皆さん、イトランは、イトランは、皆さん、任せん、絶対に皆さん、皆さん、ちょろいわ。皆さん、皆さん。
血を落とした大海賊白ひげ。じゃあ見せてやるよ、最高のショー。黒ひげは死んだ白ひげに黒布をかぶせ、自分もその中に身を隠す。しばらくの後、出てきた黒ひげは白ひげの能力を宿していた。闇の引力、全てを破壊する自信の力、手に入れたぞ。これでもう俺に敵はねえ。俺こそが最強だ。確か悪魔の実の能力を2つ得ることは不可能なはずじゃ。普通の人間ならば絶対に無理だよ。だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う。体の構造が異形なんだよ。なんでか。しきしょさ。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベエを追う赤い。ジンベエの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベエはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。しょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したかの。心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るのか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう、白ひげ海賊団。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよ。もはや言葉で治るもんじゃありゃせんぜ。好きにせい。
海賊という悪を許すな。ちょっと休んでろい。大噴火。ほら大噴火。こっから出ない。出たか。まだじゃ。大噴火。やるよ。出たよ。こっからだろい。大噴火。大噴火。やるよ。イブさん、大噴火。よう見ちょれ。やるよい。イブさん、制裁じゃ。流星火山、悪を許すな。覚悟せい。うわヒゲとエース。戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の一人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時一人の海兵が立ち上がった。海兵？もうやめましょうよ。もうこれ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに、目的はもう果たしてるのに、戦意のない海賊を追いかけ、やめられる戦いに欲をかいて、今手当てすれば助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて。今から倒れていく兵士たちはまるでバカじゃないですか。誰じゃ貴様。数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。僕は言ったんだ。言いたいことを。悔いはない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今世界の運命を大きく変えた。あの船、なんでここに四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなくゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを打ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部は
より強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。